対馬遺跡とは、弥生時代前期の集落と水田が全国で初めて隣接して発見された岡山県総合グラウンド周辺に広がる集落遺跡のことです。昭和43年、岡山武道館の建設工事中に発見され、我が国で水田稲作を始めた頃の様相を知る上で極めて重要なものであることから、昭和46年には国の史跡に指定されました。平成16年度から行ってきた復元工事が平成21年3月末で完成し、4月1日から対馬弥生広場としてオープンしました。縦穴住居や高床倉庫のほか、湿地や水田部分が再現されています。尾高地とは、河川により運ばれてきた土砂で作られた小高い場所のことで、人々の生活の舞台となりました。尾高地の東側には水田も見つかり、弥生時代前期にここで人々が稲作をしながら生活をしていたことが分かりました。対馬遺跡の水田はあぜによって細かく区画されています。これは土地に起伏があるために、広く一面に水をためることができなかったためだと考えられます。湿地とは、周辺より低いため水が溜まったり流れたりよどんでいる場所のことです。弥生時代前期頃はこの辺りが湿地であったことが発掘調査で分かりました。対馬遺跡の近くにある桃太郎スタジアムの正面入り口に遺跡とスポーツのミュージアムがあります。ここに遺跡から発掘された数々の出土品が展示されています。地震という言葉があります。昔のことをよく知り、そこから新しい知識や道理を得るという意味だそうです。まだこの対馬遺跡を訪ねていない方は、ぜひ行ってみてください。弥生時代に生きた岡山の先人たちの足跡を確かめましょう。